皆さん、こんにちは。クラスメソッドの勝木と申します。本セッションでは、あなたが欲しいデータ分析基盤は本当にデータ分析基盤ですかというタイトルで、これからデータ分析基盤の構築をご検討されている方向けに、データ分析基盤構築における注意点をお伝えする内容となっております。どうぞ最後までご覧になってください。それでは、セッションの目次をお伝えいたします。まず最初に、データ分析基盤のおさらい。 ということで、データ分析基盤の各要素について簡単に確認をしてまいります。次に、データ分析基盤ではないものというのが存在していまして、これが一体何なのかについて説明、紹介をいたします。そして、そのデータ分析基盤ではないものとデータ分析基盤を混同するシチュエーションっていうのがありまして、それがどういう時なのかというのをデータ分析基盤の導入前と後、それぞれについて説明をいたします。 そして、そういう状況に対して取るべき対策を紹介した後、まとめとして、本題は一応終了となります。最後に私の自己紹介を軽く添えまして、本セッションは終了となります。それでは、早速本題に入っていくことにいたしましょう。本題に入る前に、1点、注意点がございます。本発表は、2022年6月時点での情報をもとに作成しています。従いまして、本セッションの中で課題とされている点が、 それ以降に発表された製品やサービス、機能によって解決している場合もございますので、その点はあらかじめご了承いただきたいと思います。まず最初にデータ分析基盤がどのようなものだったのかということを簡単におさらいしていきましょう。まずデータ分析基盤、どういう目的で導入するかというと、会社のビジネスの状況をデータレベルで正しく把握するために、そのために導入するものですよね。 従いまして、分析に必要なデータを持っているシステムと連携するという使い方になるかと思います。なので、分析に必要ないデータを持っているシステムは、いろいろなシステム存在していたとしても対象外ということになります。で、連携データとして、具体的な例をいくつか挙げさせていただいておりますが、まずは自社運営システム、あの自分のサーバールームにあるシステムのデータベース、それからそこで発生するログデータなど、 が、まず一番対象になるかと思います。最近はですね、その他にも、サーズ系のサービスと契約をして、で、クラウドサービスを会社のシステムとして利用しているということが多いかなと思います。例えば、セールスフォースとか、各種 MA ツールですね。で、こういったところのデータも分析に使いたいのであれば、それは分析基盤の方に取り込む必要が出てきます。他にも、 え、いろいろなデスクトップの上に、え、エクセルなどの形でデータが存在していることって非常に多いと思うんですね。なので、そういったところから CSV ファイルの形でエクスポートして、で、これをデータ分析盤の方に流すということも、あの、必要になるかなというふうに思います。さらにはこれ、今時の話なんですけれども、え、いろいろなセンサーから出てくるデータを分析したい。そういうニーズもありますね。なので、え、こういう IoT 機器から出てくるログデータ、これを え、分析の素材として、入力値とする。そういったことが起きえるかと思います。で、これら入力データに対して、中間処理を行います。で、この中間処理っていうところが、あの、いわゆる ETL とか ELT などと呼ばれる処理になるわけですよね。で、ここの部分では、基盤側から基本的には一方通行で、データ分析基盤の方にデータを取り込むというような処理を行います。 一方通行っていうのは逆はないということですよね。基本的にはデータ分析基盤の方から各システムにデータを渡すっていうことはありません。で、大きなデータ単位で処理をするっていうのが特徴ですよね。例えば、データベースのテーブル単位ですとか、あるいは連携されているファイル単位、こういう大きな単位でまとめてデータを処理するということをやるのがデータ分析基盤の特徴になります。 そして、それらの大量なデータを一時にバッチとして定期実行するというのも基本的な動かし方になります。ただ、最近ですとですね、センサーデータをリアルタイムに、えー、何でしょう、分析したいっていうニーズのために、あの一部ストリームの技術が使われ始めているところがあります。で、分析しやすい形にデータの加工を行います。ここは、あの Python とか、 それから、えっと、スカラなどのプログラミング言語を使ってもいいですし、あるいはデータベースに入っているデータだったら SQL を使ってデータの加工をするということがよく行われています。こういうふうに人間が分析しやすい形にデータ加工をするっていうのも中間処理の重要な役割になりますね。そして、最終的にはストレージにデータを格納するということをやります。で、ここで言っているストレージっていうのはデータウェアハウス。 のデータベーステーブルだったり、あるいはデータレイクと呼ばれるところにファイルとして格納するとか、そういったことを言っています。で、出力としては今お話ししましたように、データウェアハウスにテーブルという形でデータをまとめて格納する。これあの、マートっていうのもここに含まれると考えてください。で、データレイクというところに、できるだけ生データに近い形のデータを大量に保存しておく。 そういったようなことがありますね。最近だと、あの、この二つを組み合わせて、レイクハウスなんていう言葉も出てきておりますが、まあ、基本としてはデータウェアハウス、それからデータレイクというふうに覚えておいてください。そして、このデータウェアハウスやデータレイクに格納されたデータを、人間が基本的には、あの、BI ツールなどを使って分析し、そして、分析して得られた知見っていうのを分かりやすい形でダッシュボードにまとめたり、 あるいは、レポートという形で出力したり、という形で、経営判断をする人、いろんな判断をする必要がある人たちに提供するということをやりますね。それから、あるいは、現場レベルでは、このデータウェアハウスやデータレイクに格納されているデータを CSV の形でダウンロードしてきて、で手元の Excel でさらに何か細かい処理を行うとか、そういったようなことも現実的にはよくある話かと思います。 さらに、最近取り組みが進んでおりますが、機械学習ですね。こういうデータウェアハウスやデータレイクに格納されているデータを素材として、何かその機械学習で自動的に何か判断ができないかとか、何か処理ができないかとか、そういったところを研究するような取り組みも始まっていますね。はい。で、このデータ分析基盤を図で表すと、このような形になります。 左側が各種業務システムですね。マスター管理ですとか、それから自社の EC サイト、こういったいろいろなシステムっていうのが、それぞれ独立して存在しているかと思います。これらのデータを、それぞれデータ分析基盤の方に寄せて、そして今お伝えした ETL とか ELT などの処理を経由して、わかりやすい形に整理して、データレイクやデータウェアハウスに格納する。これらを BI として分析にかけたり、機械学習にかけたりといったような話ですね。 こういったようなあのシチュエーションになるかと思います。これが基本的なデータ分析基盤の仕組みですので、ここをしっかりおさらいとして押さえておきましょう。では次にセッションの本題でありますデータ分析基盤ではないものについて説明をしていきます。データ分析基盤ではないものというのは一体何のことでしょうか見ていこうと思います。私はプリセールスエンジニア。 ということで、データ分析基盤の導入案件にたくさん関わらせていただいているんですけれども、その際に出てきたデータ分析基盤ではないもの、それぞれお客さんごとに呼び方がバラバラでですね、統一された名前がまだないっていう状況なんですよ。例えば、データ統合基盤、情報活用基盤、データ連携プラットフォーム、コンテンツプラットフォーム、セントラルデータベース、様々ままな呼び方があります。で これについて私がちょっとこうイメージしたのは、なんとなくですね、これって EAI の基盤のことを言ってるんじゃないかなっていうことなんですよね。で、えー、EAI っていう単語、なかなか聞き慣れないかと思いますが、これあの、20世紀の初め、2000年ちょっと過ぎですね。その時にあの、一時期すごく流行った言葉なんですけれども、あの、一応確認していきましょう。えー、EAI。 正式名称はエンタープライズアプリケーションインテグレーションというふうに言います、えー。内容はどういうことかっていうと、社内のシステム上で稼働している業務アプリケーションで。ここで扱われているいろんな業務データのシステム間の統合を実現するっていう考え方になります。まあ、具体的には、あのそれぞれシステムがバラバラで動いてますよね。 なので、それぞれのシステムで抱えているデータをお互いに交換できるようにして、いろいろ動機が取れると嬉しいなっていう、そういう考え方なんですよね。なので、そのための考え方を言葉で表したのが EAI というものになります。これは概念の話ですので、具体的にどういう技術で作るかっていうところの定義はありません。 従いまして EAI というのを歌っている製品の具体的な技術っていうのはそれぞれメーカーによってバラバラになっています。で、この EAI 基盤なんですけれどもデータ分析の基盤とは目的が異なります。なのでそこの違いを確認していこうと思います。まず目的は今お伝えしたように社内システムの連携やデータ統合になります。で そのために入力として必要なデータっていうのは、その連携が必要な素材を持っているシステムおよびそのデータっていうことになるわけですよね。自社運営の社内のデータセンターにある何かマスターテーブルを持っているデータベースとか、あるいは、あの、SARS で連携のために必要なデータを持っている何かあの外部の仕組みの 何かデータ。例えばそうですよね。あの、顧客データっていうのを社内と同時に、その SARS の方で持っている場合とか、そういう場合にお互いに動期を取るときに、まあ、あの、あるとなんか、家合基盤があるといいよねっていう、そういう話になるかと思います。それからあとは、何かその情報っていうのがファイルとして出てくる場合もありますよね。人間がこうエクセルで処理をして、その結果をファイルとしておいて、この結果をみんな他のシステムでも使いましょうとか。 そういう場合には登場人物でファイルサーバーなども出てくる場合があります。こういうふうに、あの、いろいろな業務システムの連携に必要なデータっていうのが入力のデータとされています。で、データ分析の時と違いまして、あの、基本的にはそのデータって生な状態で使います。顧客のデータもそのまま顧客のデータとしていろんなところに配布していきます。ですので、あの、基本的にはあまりこう集約みたいな作業、 えー、計算とか、そういったようなことはやらないイメージですので、なので、その分析の話とは違いまして、あの、生では読みにくいもの、例えばログデータですね。こういったものは、あまり、その EAI の基盤では扱わないっていうふうな感触を持っています。で、中間処理ですね。中間処理も、今ちょっと触れちゃいましたけれども、あの、データ分析基盤を作るときの ETL とは、あの、かなり考え方が異なります。 目的はですね、あるところで発生した変更っていうのを他のところに早く伝播したいとか、そういう狙いがありますので、基本的にはそのデータが変更されるとか、ファイルが置かれたとか、そういうイベントをきっかけに処理がスタートするっていうことが多いです。で、社内システムの基盤側で相互に呼び出す。だから、えー、と社内システムから EAI 基盤の方にデータを送ると、 え、それぞれ処理が行われて、基盤の連携先の方にメッセージとして送りつけるとか、そういうふうな振る舞いをする、そういう設定になるかと思います。で、処理については、あの、ETL 処理みたいな定期的なバッチ処理ではなくて、もう呼び出されたタイミングで処理開始っていうふうな形になりますね。はい。そして、1回に処理されるデータっていうのも非常に小さいです。 極端な話、あの、一件のデータが更新されたら、その一件分のデータだけを、えー、必要なところに転送するというようなことさえやりますので、なので、えっ、ー、と、データサイズは、そのテーブル単位で処理をしていた ETL 処理とはだいぶ違いますよね。はい。で、しかも、その、小さなサイズのデータが変更するっていうのは、あの、非同期にいろんなタイミングで起きます。ですので、え、それらを同時に並列処理するというようなことが必要になってきます。 で、え、イベントの終了っていうのが連携先システムにデータを送信したら終わりですね。はい。で、えっ、ー、と、データ加工を行わない場合もありますと。だから ETL 処理のように必ず集計をするとか、人間が見やすい形にするっていうのが不要な場合も。例えば、えっ、ー、と、男性女性のデータはもうコード番号のまんまで送りますとか、そういうようなことが起きますね。 で、出力に関してなんですけれども、えー、出力は連携先システムになります。人間ではないということですよね。システムとシステムの連携のための仕組みになります。で、これらのデータを、えー、アプリケーションの連携とかマスター連携とか、それからあとは、あの、いろんなプロトコルも使えますので、えー、イベント通知の仕組みとして使う。 例えば、そうですね、データベースが更新されたら、そのデータベースの更新データを他のシステムに移しつつ、メールのプロトコルを使って、関係者にメール通知するとか、そういったようなことも機能として持っていることがありますね。はい。このようにいろんな通知系の仕組みとして使われるということがあります。で、この EI の基盤のイメージ、こんな感じになりますね。 えー、システムの、こう、真ん中に位置する形になりまして、えー、お互いに、こう、相互に呼び出し合いながら、えー、イベントベースで、えっと、処理をしていく。というような、あの、形になっていきます。で、先ほどちょっと触れましたけれども、あの、ログデータなんかに関しては、あまりここ、あの、他のシステムとこう、連動するっていうことは、あまりシチュエーションとしてはないように記憶してますので、なので、ここには矢印が発生してないって感じですね。 ちょっとここで余談になります。えー、インターネットには EAI と ETL っていうのを比較した記事が結構たくさんあります。なので、そこについてちょっと考え方を整理したいと思います。えー、EAI というのはシステム統合の考え方や概念を表している言葉になります。一方、ETL っていうのはご存知の通り、えー、データウェアハウスにデータを入れるまでの手順になりますよね。E やって T やって L とか。そういう話になりますよね。なので、 考え方として、この二つの単語がこう同じレベルで並ぶってちょっとありえないんですよね。なので、あの、私としては EAI と ETL を比較するってすごく違和感がある。そういうあの、内容なんですけれども。まあ、よく読んでみると、えー、EAI を実現する製品やサービスっていう話と、ETL を実行できる製品とサービスっていうですね、その、 製品やサービスっていう、そういうレベルでの比較記事になっているので、まあ、これだったら比較できるのかなっていう、はい、そういう感覚を私は持っています。皆さんも、あの、e、EI と ETL って、あの、本来はちょっと比べるべきもんじゃないよっていう、そういうところを、あの、押さえていただけると非常にありがたいと思います。では、本題の方に戻りまして、 データ分析基盤と EI 基盤、改めてこう違いを比較してみたいと思います。データ連携対象っていうのは、分析基盤の場合は、業務システムから、実際には、またはデータウェアハウスやデータレイクという形になりますよね。人間が分析しやすい形に整った状態で溜まっている。これが分析基盤の一番ゴールになります。 それに対して EAI の方は、業務システムから業務システム、右から左にターッと渡すっていうのが目的とされてますので、連携対象はこの2つになりますね。でしかもこれがそれぞれこう放射状に、いろいろ雲のす、右から左、左から右へって繋がっている。そういうイメージになるかと思います。はい。で、データ連携タイミングなんですけれども、これも違いますね。分析、データ分析基盤の場合は主に定期実行です。 えー、一般的には、例えば1日1回の日時バッチとか、それから、あの、月締めの時のデータを連携する月時バッチとか、まあそういう形になるかと思いますが、まあ短くすれば1時間に1回とか5、分に1回とか、そういうこともありますね。いずれにせよ、まあ定期的にデータ量の多い少ない以下に関わらず、定期的に処理をするっていうのが、データ分析基盤における一般的な処理タイミングになります。それに対して EAI の場合は、 先ほどもちょっと出てきましたが、何かリクエストが発生すると、そのタイミングでつどつど処理が走るっていうイメージになります。ファイルが置かれましたとか、データベースが更新されましたとか、そういうことですね。はい。あるいはここにあるようにサービスを呼び出した。こういったタイミングでも発生しますね、もちろん。はい。で、えー、連携データの流度や並列度について、これもだいぶ違いますね。 データ分析基盤はテーブル単位などサイズが大きいです。1回の処理におけるサイズが大きい。ただ、えー、それはもう1個だけ処理をするという動きなので、並列度というのは非常に少ないですよね。まあもしかすると、あの複数のテーブルを同時に処理するという意味での並列性はあるかもしれませんが、あの同じようなところのデータを同時にパラレルで処理するっていうのはあまりないですね。はい、で、EAI はその逆ですよね。1個1個のサイズというのは小さいです。 ただし、それが、あの、同時多発的に大量に処理するっていうタイミングがよく発生しますということです。で、連携データの送受信の形式というのもだいぶ違います。分析基盤に関しては基本的にはデータウェアハウスとかデータレイクに集約するっていう形なので、分析のためのデータの流れっていうのは一方通行であり、システム同士の連携っていうのは1対1になっていきます。それに対して EI の場合は、 あの、あるシステムの一箇所のデータが更新されたら、それを必要としているシステム全部に動機を取るということを行いますので、一体多。ま、あの、パブサブモデルとも呼ばれますね。こういったものが、あの、構成としてはあり得るというわけです。で、またこれが、あの、それぞれ双方向に起き得る。そういう形が考えられます。で、データの保存や管理について、 データ分析基盤の場合は、まあもうイメージ通りなんですけれども、データウェアハウスやデータレイクに全部一箇所に溜まっていきますという形になります。それに対して EAI の基盤っていうのは基本的には基盤にデータは持ちません。右から左にデータを流して一丁上がりという形なので、あの EAI の基盤には大きなデータベースっていうのがないという場合もあり得ます。そしてデータの品質管理についてですね。 データ分析基盤には最終的にデータウェアハウスやデータレイクにデータが溜まっていくんですけれども、あの、基本的には今多く使われているデータウェアハウスやデータレイクのソフトウェアっていうのは、そのデータの品質管理、もう少し具体的に言うと、例えば、重複データが入ってますよとか、それから、あの、想定外のデータが入ってますよっていうところに関しては、あんまり厳密には管理していません。 例えば、そうですね。あの、テーブルの場合はデータ型があるので、えー、数字型に文字が入るっていうことはまずないんですけれども、ただ、数字なら OK っていうことで、あの、本来は想定されてなかったマイナスが入るとかですね。はい。あるいは、あの、文字のところに、あの、同じデータが入ってくる。同じ顧客名が入ってきちゃうとか。そういったようなことは、今のデータウェアハウスのソフトウェアだとあり得る話なんですね。 なので、それに対して、ETL 処理のところできちんとその重複を排除するとか、それから不正なデータが入らないとか、いうふうに考慮した上で、そのデータの品質を ETL 処理の中で担保してあげる、そういう必要性が出てきます。で、それに対して EI の場合は、まあ、そもそもデータを抱えるシステムがないですから、あの、そのデータの品質に関しては、あの、連携先のシステムのところでまあ弾いてください。 みたいな考え方になります。もちろん e i の中でデータを右から左に渡すときに、あの、バリデーションということで、不正なデータが渡らないようにっていう、そういう、あの、仕組みを持っているものもあります。はい。で、その他の様子を見ていきましょう。トポロジーというふうに呼ばれておりますが、その、社内システムの中で、その、それぞれの基盤をどこに配置するかっていうお話なんですけれども、 えっと、分析、データ分析基盤の場合は、基本的には、その、極端な話、落ちちゃっても、直接業務に悪影響はないですから、なので、ネットワークの末端に置くことが多いです。はい。なので、えっ、ー、と、いろいろなシステムっていうのは、こう、つながっている中の一番端っこ、キワキワのところに、えっ、ー、と、全部データを集めておく場所っていう形で据えておくのがデータ分析基盤ですね。 それに対して EI の基盤っていうのは、あの、先ほどの図でご覧いただいたように、それぞれのシステムのデータをもうリアルタイムにデータ交換するっていう、そういう役割を持っていますので、位置づけとしてはネットワークの中心に置いておく必要があります。で、また重要度も違いますので、可用性のところをご覧ください。分析基盤は24365っていうのが、あの、昔は必須ではなかったですね。 今でも特にその業務時間外っていうのは人間が別にデータウェアハウスを使うわけじゃないので、なので別にあの休日は落ちちゃっても悪影響ないですよっていう、そういうパターンが多いかなというふうに思います。で、それに対して EAI っていうのはあの見ていただいた通り、あのいろんなシステムをつなぐ重要な役割をしていますので、あの24365がもうほぼ必須という状況になっています。 ここまででデータ分析基盤ではないもの、EI 基盤っていうのが、だいぶデータ分析基盤と性質が違うものだな、ということをご理解いただけたかと思います。ただ、ここを踏まえていない場合、データ分析基盤と言いつつ、実は EI 基盤を要求されるっていうパターンがあるんですね。なので、そういったものが起きうる状況っていうのを紹介しておきます。なので、ここから出てくるセリフが出てきたときには、ん という形で注意していただければと思います。まず、シチュエーションの一つ目。データ分析基盤導入前ですね。これからデータ分析基盤を作りましょう。というような話が進んでいる時です。その時に出てくるセリフ。せっかくシステム作るんなら、何にでも使える基盤にしないともったいないよね。っていう話ですね。 これは何でしょうね日本人の特性なんでしょうかねなんか、あの、こう、何か作るんならすごくこう多機能なものってこう求めちゃうんですよね。で、先ほどもあの触れていきましたように、データ分析基盤とそれから EI 基盤ってだいぶこう性質が違いますので、なので、ここをごっちゃにしてしまうと、そうすると、あの、大変なことが起きてしまいます。なので、このセリフが出た時には、いやいやいや、私たちが必要なのはデータ分析基盤です。と データ分析に集中するための、そのための仕組みにちゃんとフォーカスしましょうというふうに軌道修正をするべきですね。はい。で、次、3-2です。データ分析基盤導入後。データ分析基盤が無事に導入されて、特にそのデータ分析基盤が順調に動いているときにありがちなセリフになります。せっかくデータが集まっているなら、他のシステムに配信するのはどうだってことなんですね。 もともと想定していなかった要望が新たに発生するというパターンです。で、この時にも、そのもとデータ分析基盤として作ったものですから、その EI 基盤として必要な要件っていうのを持っていないっていうパターンがあるんですよね。例えばそうですね、重要なところからいくと、24365、あの、可用性の話についてもそうですね。データウェアハウスのシステムっていうのは、えー、繰り返しになりますが、 あの、極端な話、っこっちゃっても、えー、業務に直接悪影響はないっていう、そういう考え方で用意しますよね。ところが e i の基盤っていうのは、落ちちゃうとデータの連携ができませんから、即、あの他のシステムに悪影響を及ぼしてしまいます。ですので、そういう要件が違うものなので、なんかできるからついでに、みたいな、そういう、あの、使い方って判断っていうのは、あの、あまりよろしくないわけなんですよね。 で、こういう状況に陥らないようにするためには取るべき対策としていくつか考えられます。ということで、まずは現実的な話をしたいと思います。まずはですね、えー、とデータ分析基盤と EA 基盤っていうのはちゃんと別のものだ。基盤だからって言ってごっちゃにしないということを、えー、押さえておきましょう、えー。先ほどまでに見ていただいたように、えー、データ分析基盤と EA 基盤っていうのはあのだいぶ要件が異なりますよね。なので、えー、異なるシステム、 で、それぞれ作るべきっていうのが今の現実的なお話になります。で、典型的なデータ分析基盤の弱点としては、今出ているようにリアルタイム処理、並列同時実行、データの一貫性保証こういったものがデータ分析基盤で弱いところとされています。 で、一方ですね、EI 基盤にはやっぱり弱点がありまして、あの、大量データを一括で処理するとか、それからそのデータを集約し、一箇所で管理をするとか、あの、そういったところに関しては、e、EI 基盤ってあまりあの、元々の機能として持ってないので、こういったところを要求されると弱いわけですよね。なので、あの、それぞれの基盤っていうののうち、今実現したいのはどっちの方なんですかっていう優先順位をつけて、 そして、どっちの基盤を導入するかっていうふうに、まず決めておく、そういう必要性があります。で、それぞれ、あの、ほぼ相反するような、あの、要件になりますので、なので、両方欲しいってなった場合は、もう現実的には、それぞれ両方ですね、EA を実現する仕組みはこっちであります。データ分析はこっちであります。っていうふうに、あの、それぞれ用意する、そういう必要性が出てきます。 そうですね。ちょっと乱暴な例えにはなるかと思いますが、あの、非常にこう、ゆったりした座席を持っている軽トラックが欲しいって言われても困っちゃいますよね。そういう話です。なので、えー、それぞれ EAI の仕組みっていうのとデータ分析の仕組みっていうのは、あの、分けて考えるっていうところを現実的な話として、今における現実的な話としてご理解いただきたいな、というふうに思います。ただですね、 あの、じゃあ未来英語、これがずっと続くのかっていう話かというとそうでもないんですよね、えー。ここに関してはちょっと面白い動きがありますので、えー、せっかくですからこのセッションの中でご案内したいと思っています。えっ、ー、とですね、聞き慣れない用語だと思いますけれども、えーと、H タップと呼ばれる考え方に対して、えー、いろいろな動きがありますということです。 htap っていうのは、ハイブリッドトランザクション及び分析処理っていうところの略称になります、えー。もう少し具体的に言うと、あの、オンラインのトランザクション処理である oltp と、それからオンラインの分析処理である olap この二つを同時に高速に処理できる、そういう仕組み、データベースがあると嬉しいなっていうことで、この oltp,olap 両方高速で処理できるデータベースっていうのを今各社がしのぎを削って開発しています。ですので、この HTAP っていうところが実現できると、各業務システムをこの HTAP を実現しているデータベースにこう入れておくことによって、日々の更新業務もすごく早いし、それから 生そのまんまの状態で、極端な話、ETL 処理をかませることなく、ダイレクトにそのデータベースのデータを検索できるようになるわけですよね。これがあると非常に、その、えー、とデータを集約させる、それからデータを高速に分析させる、両方実現できるようになるわけですから、まあ夢の機能になるわけですよね。で、アプローチが今、いろんなところでいろんなことをやっています。まず、えー と、わかりやすいところから行きますと、従来のリレーショ者のデータベースですね。だからテーブルがあって、そこには制約がきちんとかかっている。だから、あの、重複のデータとか、それから、あの、チェックの制約に違反しているようなデータっていうのが入らない。そういうきちんとしたデータ管理ができるデータベースですね。で、こういったその通常のデータベースを元にして、そのデータの検索を強化するために、 あの、今のデータウェアハウスでよく採用されているカラムナー型、データを列という単位で保持させるっていう機能をメモリーキャッシュで追加する。そういうふうな考え方を採用したものがありまして、Google の r o d p とか、それから IBM の DB2、Oracle の MySQL にこの HeatWave というのがありまして、で、こういうものが今取り組みとして行われています。はい。 え、多くの場合はまだあのパブリックベータとか、それからそのオープンソースで開発中とか、まあそういうタイミングかなというふうに思います。で、え、これの全く逆ですね。あの、生まれがもともとカラムナー型のデータウェアハウスなんだけれども、これに対して、その、 え、トランザクション処理とか、そういうか、トランザクション処理は関係ないですね。ごめんなさい。えっと、行データでの制約などをきちっと聞かせる、そういう行型のテーブルを追加するっていう考え方がありまして。で、これが、えっと、今、スノーフレークの方で行われております。はい。 スノ、えーフレックユニストアという概念で提唱されているんですけれども、これはその通常型のテーブルに加えて、その行という形でデータを格納する新しいテーブルを追加できるようになることによって、そのワークロードが両方とも速くなりますよっていう、そういうことを表している単語になります。スノーフレックユニストアという名前ですね。はい。こういう取り組みがあります。で、他にもあの、いろんなアプローチでいろんなことが行われています。 他にはですね、例えば、あの、オラクルエクサデータ。これは、あの、オンプレの世界では非常に、あの、ハードウェア、専用のハードウェアを使って高速に何でもできるデータベースっていうことで、あの、有名だったかと思いますけれども、あの、これが、あの、クラウドの形でサービスとして提供されるようになっておりますので、なので、あの、大型のハードウェアを社内に入れなくても利用できるようになっています。というような進化ありますね。それから、えっと、SAP の HANA というデータベース。これは、 もうそのデータを全部もうメモリ上に持つことによって力づくで高速に処理ができるようになりましょうというような考え方になります。カラム型のテーブルをメモリ内に保持する。で、また、あの、これ行型のデータも一時的なキャッシュとしてメモリ内に保持しているので、まあ両方ともデータを並列で持っているっていう形になってまして、まあこれも非常に早いでしょうということですね。 それからあとは、これ、あの、オープンソースがベースなんですけれども、あの、タイ DB という名前のデータベースですね。これ、あの、MySQL を、あの、いろいろ改造を加えたデータベースになってまして、えと、行型のデータと、それから、あの、列型、カラムナーのデータっていうのを、両方同期しながら保持するっていうアーキテクチャになっています。 で、このタイデービーですね。オープンソースではあるんですけれども、あの、これは、えっと、海外のベンダーであるピンキャップという会社があ、その、なんでしょうね。えっと、サポートをつけて提供するということをやっていたりします。日本法人もできていますね。はい。なので、こういったところをご覧いただくといいかなと思います。で、こういうふうにして、えっと、将来なんですけれども、えっと、その EAI と ETL、 の処理っていうのは、こう、別で考えなきゃいけなかったところを、もう一色たでも構わないよっていう、そういう世界になるかもしれないっていう話なんですよね。はい。業管理型のテーブルを持っているデータベースが、列管理型のキャッシュを持つようになる。あるいはその逆ですね。列管理型のテーブルを持っているデータベースが、業管理型のテーブルをキャッシュなりなんないテーブルで持つようになる。 で、その他、あの、いろんな高速化技術がありますので、こういったものを使って、え、いろいろなシステムのデータが全部一箇所のデータベースに集まるようになる。だから、一つのテーブルをそれぞれのシステムでこうみんな使い回すとか、まあそういう形に極端な話になるわけですよね。こうすると、そもそももうデータは一箇所にあるので連携しなくて済むようになるとか、 あるいは分析をするときにもそのテーブルを高速に集計できるようになるので、わざわざマートテーブルって作んなくてもいいですよねとか。まあそういう話が来るかもしれないっていう、そういうまあ未来予想が立つわけですね。えー、こういうふうなあの将来もあり得る話ですので、ぜひあの興味を持って見ていただければと思います。では最後、まとめになります。 まとめとしてはいくつかピックアップしてますけれども、まず、あの、最低限を押さえていただきたいのは、データ分析基盤で必要な要件っていうのと、それからデータ統合基盤、EAI の基盤ですね。これは目的も性質も異なるものなので、ここをごっちゃにしてはあのいけないよっていう話ですね。 それから、えっ、ー、と、今、現時点においては、データ分析基盤とそれから EAI 基盤っていうのは、今お伝えしているように、全然性質が違うので、なので、えっ、ー、と、別個の仕組みとして作るのが現実的だというふうに考えています。で、一方ですね、あの、いろいろなベンダーさんはですね、あの、両方できるっていうのを謳い文句にしているものもあります。えー、EAI も ETL 処理、あの、いわゆるデータウェアハウス構築っていうのも、あの、両方とも、あの、非常に早くできますよとか、 いうふうに言っているところもありますが、あの、そこについてはですね、あの、必ずどっちよりかって生まれがあるんですよ。EAI 生まれでデータウェアハウス構築、ETL 機能を追加したものなのか、それとも、えっ、ー、と、ETL の機能が元々の生まれで、それを非常にこう、イベントベースで高速に処理できるようにしたので、EAI もできるようになりましたっていう。 どっちかの生まれがあって、そこからこう育ってきているので、なので、えっ、ー、と、どっちに軸足があるかっていうのは、まずはその生まれと育ちを見れば判断がつくはずです。なので、えっ、ー、と、EI, ETL、あのデータ分析ですね。あの、どっちを重視するか、今回必要なものはどっちが重要なのかっていうところはですね、ぜひ、あの、製品を選定するときには、そのそもそもの生まれ、 なども考慮していただいた上で選択していただくといいかなというふうに思っています。まあこれを繰り返しになりますけれどもね。えっ、ー、と EI と ETL、どっちが今我々に必要なのかな。あの言葉がないのでまだちょっと曖昧なんですよね。なので割とそのデータ分析っていう名目で実は EI が欲しいというパターン、あの非常に多くあります。ですので、えー、何が欲しいのかっていうのは、あのこのセミナーの内容を 確認した上でよくお考えいただければというふうに思います。はい。で、最後に、その、えっ、ー、と、HTAP ですね、えー。挑戦している姿がありますので、まあ、これ、長期的な将来の、遠い将来の基盤づくりの、えー、検討項目としてはあ、念頭に置いていただくといいのかなっていう、そういうレベルで、えー、ご注目いただければと思います。はい。では、セッションの本題は以上となります。ご清聴どうもありがとうございました。 では最後に軽く私の自己紹介で終わりといたします。改めまして、かつきと申します。ネット上では、ヨカツキという ID で、えー、いろいろ SNS とかやってますのであの、例えばツイッターなんかではその、新しい弊社のブログの記事が投稿されると、あの私の名前でこうつぶやいて、ツイッターでつぶやいてますのであの、ブログの新着記事などを見たいときには私のツイッターをフォローしていただけると便利かなというふうに思います。 え、所属はですね、クラスメソッドのデータアナリティクス事業本部というデータ分析の基盤を作るという部署におります。なので、あの、AWS だけじゃなくって、あの、データ分析にまつわるものだったら、その Google クラウドのビッグクエリーとか、ああ、それからその他、そうですね、最近だと、まあ、あの、分析周りで、えっ、ー、と、ルッカーとか、 そういうふうなその分析に関わる、えー、いろいろなその製品とかサービスっていうのを手広く扱っております。はい。で、そこで、え、プリセールスアーキテクトということで、え、データ分析のお悩み相談から、あ、いろいろなそのアーキテクティングですね。こういうふうに作るといいんじゃないかっていう設計とか、それから、実際に提案をして、えー、案件が取れたらプロジェクト引き渡すとか、そういうところまで担当しております。で、 え、担当した業務の一つとしては、あの、書籍ですね。え、データ分析基盤を作るというところの書を担当させていただきました。それからあとは認定としては、あの、AWS の主にあの、データ分析周りですね、基盤周りの資格と、それからあとは、あの、スノーフレークという、あの、データクラウドのサービスの会社における、えー、本年度のデータスーパーヒーローズというですね、まあなんでしょうね、アンバサダーみたいな、そういう役割をえいただいております。 ということで、最後、自己紹介でございました。では、コンセッション、すべて以上となります。ご清聴どうもありがとうございました。